皆さん、こんにちは、ひろきです。いただきます。いや、さっきですね、あのー、配信した通り、銀の地金をネットで買いました。 十数万円しました。高、高くない。いや、けど銀の価格上がってるんですよ。まだ、まだ上がり続けると思うんですよ。はい。ちょっと、今後の値上がりが楽しみですね。はい。いや、何よりも嬉しいのが、これで、私、手元に金、銀、銅、全部持つことになったんですよ。 ただの自己満足なんですけど金銀銅全部家の中にあるはいそれだけのために銀を買ってしまいました <laughs> いいのかなこんなんでいいんですよはい楽しいじゃないですかそういうの。 ね、大人の楽しみですよ、大人の楽しみ。はい、まあ、一応、これも投資なんでね、はい、まあ、いいんじゃないかなと思いますよ、はい、その大したことない金額ですけど、はい、これも投資ですよ。はい いやけどクレジットカードでポーンと買えちゃうのが面白いですねはい <laughs> 銀が買えちゃった <laughs> 嬉しいな、ね、え金の価格も上がってますけど銀の価格も上がって あと、銅の価格も上がってるんですよね。これはいいことですね。あの、もう世界経済を何か一つで見るとしたら、これだっていうのの中に銅もあります。はい。銅の価格が上がっているということは、いろんなところで工事が進んでいるということなんで、あの、景気が上がっている証拠です。はい。 あの景気いいぞっていう、どんどん設備が整っていってるぞっていう、工事が進んでるぞっていう証しなんで、それはあの単なる電線工事だけじゃなくて、あのビル作ったりとか、はい、もうリフォームとか、もう何から何までですよ、もう電化製品とか。はい もう銅の価格が上がるとちょっと投資家としては嬉しくなっちゃいますね全体がぐーんと上がるんでねはいまあ銅も持ってるんですけどね前にもちょっと配信しましたけどこれが銅ですみたいな感じで、はい、いいんじゃないですか金銀銅全部値段が上がるってね いいですよねそういう中で東京オリンピックのメダルはあの都市鉱山あのゴミから拾ってきたゴミからあの仕分けしてきた金銀銅いわゆるその何て言うんですかリサイクル金属はいリサイクル金属で作られたメダルだそうで、はい、これもいいことだと思いますはいはいねえ 最終的には都市鉱山って言われてますからね今はねもうもう金が取れなくなったら都市鉱山じゃないですか最終的にはゴミを仕分けするロボットロボットロボットで金属を仕分けるあのなんかレーザー反射して帰ってくるのであこれは金だみたいな感じで。 見つけてくるんですかねなちょっとやり方は分かんないですけど <laughs> けどなんかなんかうまい方法を使ってねあの人手じゃなくてあの機械でそうやってまあそれこそパラジウムとかですよパラジウムとかそういうきいわゆるレアメタルはいそういうのもあの 都市鉱山から持ってきたら、ね、あの金属不足に悩まされずにハイデク製品がどんどん作れるんじゃないかなと思いますよねはいーいやーけど銀が変えて嬉しいどう届くのかなちっちゃいんで 500g って銀で 500g ってちっちゃいんでもしかしたら郵便箱に入るかもしれません <laughs> 郵便箱に入ったら面白いなはいポーンと封筒が封筒じゃないかさすがにさすがに封筒はないですよねはいなんかのちっちゃいあ,のあるじゃないですか最近のあの ちっちゃいものを運ぶ時の段ボールねあれに多分入ってくると思うんですけどはい楽しみにし、えー、待ってようと思いますもう明日届くらしいんでちょっと楽しみだなはい以上「銀を買いました」というレポートでした はーい。また別の配信でお会いしましょう。さよなら。